体を動かすことが好きで、うん、何でも良かったんですが、たまたま見に行ったのと誘われたのがバレエだったっていうので始めました。良かったね。背が小さい、本当にちっちゃいんですね。なので世界のレベルになると、やはり身長の低さっていうのがものすごく問題になってきて、で彼ができることは努力だから、やっぱり努力しかない、頑張るしかない。一日何時間ぐらい多い時は練習してたの？ローザンヌの時は平日5、6時間で、5、6時間、はい、休日は休憩とか昼食とかそういうのも入れて10時間くらいすごい。それこそその時もうなんか嫌になるとかなかった？まあでも好きだったので、ただこの人は音を上げたことが一回もないのですね。だから朝どうするって、明日学校休んでもいいんじゃないのって言うと行きます。で、2時までやっていても、その後宿題をやって課題をやって、何時に寝たのって3時半とかそのぐらいに寝ました。じゃあ塚田先生に対する思いというのは？小学5年生の時からずっとお世話になっていて、バレエだけじゃなく生活面の部分でもいろいろサポートして支えてもらっているので、本当にすごい恩師だね。恩返しができればいいと思いますし、これからももっと星野よろしくお願いします。